生命創生探求センターは愛知県岡崎市にある自然科学研究機構の直轄センターである。略称はエクセルズ。岡崎統合バイオサイエンスセンターを中核とし、新聞や創生センターのブレインサイエンス研究分野とイメージングサイエンス研究分野を統合して2018年4月に設置された。生きているとは何かという人類の根源的な問いの解明に向けて、 生命の仕組みを観察する新たな技術を開発するとともに蓄積されていく多様な情報の中に隠されている意味を読み解きさらに構成、構成的アプローチを通じて生命の基本情報の重要性を検証する活動を行っている2020年6月現在創生研究領域と極限環境生命探査室から構成されているまた基礎生物学研究所 生理学研究所、分子科学研究所とも連携している。経理など管理業務は岡崎統合事務センターで行われている。名古屋鉄道本線東岡崎駅が最寄り駅。東海道新幹線と四橋駅、名古屋駅にて名鉄本線へ乗り換えで30分程度。中部国際空港からは東岡崎駅へは名鉄が利用できるほか直行バスもある。 いずれも1時間程度、駅から南口を出て、徒歩20分程度、あるいは名鉄バス、竜美岡循環に乗り立つ三木隊長目下車、さらに徒歩で3分。ありがとうございます。